はい、速稼塾の久保です。今回はね、差ということでお届けしようかと思いますね。いろんな差があると思います。身長の差とか、お金の量の差とかね、走る速さにも差があるでしょう。いろんなところで人は平等ではなくって、いろんなね、違いというか差があるんですよね。これを格差という言い方をすると、圧倒的な差があるよっていう風なね、カテゴライズできるような差かもしれません。大中小みたいな。大の中にも大中小があって、中の中にも大中小があって、小の中にも大中小があるって感じで細分化されていくわけなんですけども、いや、みんなの銀行ね、みんなの銀行という情報がありながら、それによってどんな差が生まれたか、ぐるっと1年経って30万近く稼げた方、20万前後の方、10万ぐらいの方、1万円に行ってない方、差ができてるんですよね。なぜこの差が生まれるんでしょうか。多分みんなの銀行を紹介しようと思っても、紹介する人がいないから紹介しなかったっていうことかもしれません。で、そう考えるとね、実は逆でですね、考え方、もう自分がつながってる人が少ない、だから紹介する人がいないって考えるんじゃなくて、お得なネタを元に新しい知り合いを作っていくという口実にできるんですよね。例えば挨拶ぐらいしか交わさない人がいるとします。そういう方は多分いるでしょう。すれ違いの方、家族、コンビニの店員さん、同級生、様々いると思います。会社に行ってる方は自動的に上司や部下や同僚っていうのがいますけども、そういった方にね、みんなの銀行っていうアプリがあって、これね、お金が入るんだよ、びっくりしない？みたいな感じで語りかけていくことによって、そのみんなの銀行のアプリはもしかしたら、いやいいよっていうふうにやらないかもしれないけども、でもきっかけが1個できるわけじゃないですか。じゃあ次に会った時には、この前ごめんね、みんなの銀行みたいな紹介して、あれ結構めんどくさいよね、みたいな感じで話を合わせて別の展開に持っていき、友情をね、ちょっと育んでいくとか、仲良しになっていくというふうな人脈を手に入れることができるんじゃないかなと思うんですよ。で、こういう時に物を言うのが、宗教で訪問されてる方、もう今だったらね、公明党の方がね、足しげく通ったりとか電話かけてくると思いますけども、みんなの銀行を紹介するチャンスじゃないですか。何も向こうから来るのをいらないいらないって言うんではなくてね、そうではなくって、じゃあ話を聞くからみんなの銀行の話も聞いてよってことできると思うんですよ。ちょっとね、立場が逆だったら分かるんですよ。だってみんなの銀行の話をしようと思って行く人に対して抵抗を持ってるわけでしょ。いや、近所の人のところにいきなりな、みんなの銀行紹介するの嫌だなって思うわけじゃないですか。なんで嫌だなと思うかっていうと、断られるから嫌なんですよ。なんで断られるのが嫌かっていうと、自分が来た人を断る経験があるからなんですよね。だって宗教の方とか NHK の方とか、なんかセールスの方が来たらまず断る前提で話すでしょ。で、その思いがあるから自分が今度ね、逆の立場で訪問する立場になった時に断られるのは嫌だなと思うんですよ。でも来る人来る人、どうぞどうぞっていうふうに迎えるような習慣を持ってる私だったら、多分こんにちはっていきなり言っても、その人も自分と同じように温かく迎えてくれるんではなかろうかって考えるんですよ。自分の行動をね、トレースして。だとしたら突撃訪問なんて全然怖くないんですよ。結局は自分がどう行動するかを他人の人にも当てはめやすいという性質を、私は逆に利用して差を作ってるんですよ。実績という差をね。だから近所の方にも商品勧めたりしますし、速稼塾入ってもらったりしますし、なんだったら投資話もしますからね。そのうちに久保さんはそういう話をする人なんだっていうふうなレッテルが貼られますから、だから私が話しかけた時に「何どういうこと？」っていうふうに聞いてくれる方は、お金のかかる話をしても大丈夫っていうフィルターがこっちからかけれるんですよ。でも普段アプローチしなかったら、なんか嫌われそうだからやめとこう、もう繰り返しになるでしょ。だからセールスが上手な人とそうじゃない人の差ができるんじゃないかなと思うんですよ。とにかく心を開いてこちらから行ってみることですよね。NHK の集金の方も宗教関係の方も、そのマインドブロックを突破してあなたのとこに来てくれたんですよ。すごいことじゃないですか。ということはね、普段から NHK や宗教の方と仲良くしていったら、今度はこっちからね、連絡をして、この前の話ちょっと続きしないねみたいな感じで1時間ほど時間をもらってね、そのついでにみんなの銀行はさみたいなことしたらどうですかね。かなりエントリーしてくれる確率高まると思うんですよ。というのが、宗教関係や NHK の方も自分の話を聞いてくれないんですよ。訪問してもすごく嫌な断られ方をするんですよ。だから温かく迎えてくれたり、忘れた頃に電話をしてくれる方にものすごく感謝します。だからものすごくね、感謝した気持ちで来てくれますから、みんなの銀行の話ぐらい聞いてくれますよ。ということでエントリーが可能になるわけですよ。この積み重ねが1年間で30万っていうのを作るんじゃないかなと思いますけどね。いや、そうじゃないよ久保さんって言うんだったら、じゃあ他に何かどんな手を打ちましたっていうことになります。私は考えられることを全部やってきた、ただそれだけです。だからお金の差ができるんですよ。しかも億という単位でね。でもいやそれはちょっとなって思い続けた人は結局変わらない現実を生きて、いつか自分にもチャンスが来たらと思うんですよ。でもチャンスはすでに来てるんですよ。情報の差が結果の差ではないんですよ。情報は同じものが私たちは渡されてます。みんなの銀行に限らずね。それを使うのか使わないのか、どんな抵抗を持ってるのか、それとも特に抵抗はないのか、まあ、そういったところが大きな差になるんじゃないかなと思いますね。だから情報のあるないじゃなくて、その情報を使ってるか使ってないか、ここに大きな差ができるんだと思いますけどもね。じゃあ今回は差ということでお届けしました。5月終わっちゃいますね。どんな差ができました？かなりの差ができたんじゃないですかね。いってらっしゃい。